こんにちは、粟田洋介です。疲れて何にもしたくない時ってありませんか？今日私は朝起きた時から疲れてて、なんか朝からダラダラした一日を過ごしてしまいました。まあね、たまには何にもしない日を作った方がいいのかもしれません。なので、もうすでに過ごしてしまった非生産的な一日はもういいとして、寝る前のあと1時間ダラダラ過ごして寝ようかなとも思ったんですが、1時間ちょっと絵を描いてみることにしました。ちょっとキャンバスを用意したんですが、たまにはだらけて何にもしない日を作った方がいいのか、それとも1時間でもちょっと絵を描いた方がいいのか、こんな時に絵が描けるのか、ちょっと描いてみたいと思います。今結構無気力なんだけど、色を塗るぐらいはできるかな。遠すぎたかな。ちょっとなんだか楽しくなってきました。なんかこれ描いてるって感じなくて、ただ塗ってるだけなんですけど、なんかちょっとやり始めると、次はこういう風にしたいな、やっぱり筆を使おう、それからパレットナイフを使おう、色をどんな風に塗っていこうとかね、勝手に頭が働いて、なんかちょっと楽しくなってきました。ただ夜も遅いんで、ちょっと眠くなってきています。疲れているのに無理して何かをやらなきゃならない、そういうのは体のためにも心のためにも良くないと思うので、無理をしないで、まあ楽しければ続けるで、疲れたらやめるって感じで気楽に書いていこうと思います。なんか色を足していくのがすごく楽しいです。ここまで描いてどうしたらやめられるというのでしょう。続きが描きたくてたまりません。そんなわけで、ちょっとモチーフを足していこうと思います。すごい暗い色なんですけど、珍しくお花の絵なんて描いてみました。珍しくもないのかな、ちょっとわかんないですけど、描き始める前は別に絵を描きたい気分でもなかったんですけど、描き始めたらもう早く完成させたくてたまりません。絵の描き方によっては、エネルギーが必要な絵の描き方もあれば、リラックスするのにちょうどいいような描き方もあります。絵を描くのってリラックス効果もあるんですよね。目が冴えてきたかっていうとそうでもなくて、今の気分は、まあ眠ってるような感じですね。
こんなことならダラダラした一日を過ごさないで、ちょっと疲れてても絵を描き始めたら今日はたくさん絵を描いたんじゃないかなって気がします。でもまあダラダラする時間も大事だと思うので、まあ終わってしまった時間のことはいいんですけど、続きを描いていこうと思います。こんな感じの絵が完成しました。タイトルは4つの目です。こんな感じで描き終わった今もなんか目が冴えてきちゃったっていうわけじゃなくて、なんかぼーっとしていますだからもうちょっとしたら寝る時間なんですけど、普通に寝られるんじゃないかと思います。今日は朝から一日何をする気もしなかったんですけど、眠くなり始めてる夜に1枚絵が描けるわけですから、日中でも絵が描けたんじゃないかと思います。絵が描くのが好きな人は絵の具を出してなんか塗り始めちゃえば絵って描きたくなるもんなんじゃないかと思います。なのでモチベーションがない時も、例えば忙しくて絵を描く時間がないで、時間がある時はもう疲れちゃって何もする気がない、それでも絵が描きたかったら絵の具を出せば絵を1枚ぐらいは描けるんじゃないかと思います。ただ絵の具を出してなんか塗っても本当に疲れてたら、その日は本当に疲れてるんでしょうから、もしかすると絵なんて描かないで休んだ方がいいのかもしれないし、その時の自分の心と体に聞いてみて、それで描けるようだったら描く、休んだ方がいいんだったら何にもしないで休むっていうのもいいんじゃないかと思います。ただ何にもする気がないっていう時も、もしかすると絵の具を出してなんか描き始めさえすれば描いてしまうのかもしれないので、実は絵が描けるのに描く時間がない、描く気力がないとかって思っている場合もあるかもしれません。そんなわけで私もこれからこの動画の編集なんか始めるとほんと眠れなくなっちゃうので、もうこの辺でお休みしようと思います。ということで今回の動画は以上です。皆様とモチベーションやインスピレーションがシェアできたら嬉しいです。またこの動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。